Zoom のですね、あ、すいません、レコーディングをさせていただきます。あとあと、皆さんに、今日参加されなかった皆さんにも配信できるようにということで、今日は録画させていただきますのでご了承ください。今日ですね、もう本当にたくさんの方が参加をいただいて、おりますけれども、この、第7分散会はですね、分科会っていうんですかね、分科会は、先ほどもちょっとお話もしましたけれども、まあ、今日はローカリゼーションデイというふうにテーマに掲げてますけれども、一方で今本当にですね、まあ、グローバリゼーションの中で、まあ、自分たちのローカルなやっぱり価値っていうものが本当にこうないがしろにされているような状況が、まあね、かなり大きな動きの中で、まあ、出てきているっていうことがあって、でそれをですね、こうずっとですね、こう TPP の差し止め意見訴訟からですね、まあ、農水大臣の頃からですけれども、ずっと警告をしてきた、そして活動もされてきた、まあ、元農水大臣の、山田雅彦さんにですね、今日お越しいただいて、まずは第一にお話をさせていただく、そして研究者でもあり、農業者でもある、農業家でもある田中夏子さん、そして先ほどもお話ししましたが、今日はあれですかね、下里農場から入っていただいてるんですかね、アリーさんが、アリーノアイス、あ、金子さんが手を振って下里農場の金子さんが手を振っていただいてますけれども、入っていただいて、ちょっと議論を進めていきたいと思います。人数がそれほど多くありませんので、本当はチャットで質問をとか思ったんですけれども、まあ、よろしければ、音声だけでも結構ですので、ご自分で質問をしていただく時間っていうのを取りたいなっていうふうに参加者の皆さんからもですね思ってますので、よろしくお願いします。それではですね、山田雅彦さん、はい、こんにちは。聞こえます？あれ、山田さん聞こえますか？ああ、聞こえますか。ちょっとね、声が小さいかもしれないですね。山田先生、もうちょっと近くに寄っていただけると、あ、すごい、サポートの方もいらっしゃる。はい。声はどうですか？あ、少し大きくなりました。大丈夫です。もうちょっと多分これで大丈夫だと思います。うん。それではですね、ちょっと山田雅彦さんにお話しいただく前に、山田雅彦さんがですね、監督、原村雅樹監督とともにですね、映画をお作りになったということで、食の安全を守る人々というですね、今まさにこのテーマの、まあ、本当にこう、テーマそのものというですね、映画を、作られましたので、その予告編を見ていただくところから始めたいと思います。それでは事務局の方、よろしくお願いします。音が出てないですかね。うん、共有を始めるのときにチェックを音声を出すというところに入れると出ます。飯沼さん、音が出てないので、音を、ちょっとはじめからやっていただけるとありがたいです。共有のし直しをするといいかな。どうしたらいい？さっきお伝えします。やり直すしかない。一回ですね、
画面共有を閉じていただいて、最初からスタートするといいですかね。画面共有のところで音声を出すっていう、ありますかね。ちょっと音声は出てないですが、このまま見ていただきましょうか。うん、すいません。はい、すいません、ちょっと音声が出ません。すいません、音声出なくて申し訳ないです。申し訳ありませんでした。ちょっと分かった部分と、あの日本の方のところは字幕が出ないので分からない部分が多かったんですけれども、それではあの、ご紹介させていただきます。この映画 の、 あのもう本当に、主役と言っていいんでしょうか、あの山先生が追ったドキュメンタリーですので、山先生、はい、ご無沙汰しております。はい。はい、久しぶりで。はい。じゃあ、あれですね、ちょっと、顔が下の方を見てるようだな。カメラはちょっと入られないか。僕が話してるんで。皆さんの方を見てる。ん？なんで？あ、そうか。まずは、そしたら、山田先生から、あの、はい、映画の紹介を少し冒頭していただけますでしょうか。はい、食の安全の食の安全を守る人々という映画なんですが、原村監督の、ね、私がお願いして作った2本目の作品です。1本目は種が誰のものという映画で、これ結構見ていただけたようなんですが、なんとかキネマ旬報の別で7位に入って、なんとか素晴らしい賞までいただいたりしたんですが、その2本目の映画なんですが、
なんで今回こういう映画を作ろうと思ったのかというと、実際日本のメディアはさっき映画に出てきましたように、ジョンソンさん、ラウンドアップで癌になったっつって、ね、モンサントさんに320億円支払えっていう裁判を勝ち取ったんですが、その世界の超トップになったんですけど、それをね、全く日本のメディアは報道しないんです。で、そんなことから首相廃止の時も報道されませんでした。で、農業ジャーナリストの会で花村監督にお会いしたんで、監督一つ映画作ってくれないかと。というところから始まりました。で、ちょっと今予告編音声だけでしたが見てもらいましたけど、だいたい1時間43分ですから、結構長いんです。で、アメリカのさっき言ったランドアップ裁判で、世界49カ国が、この前 NHK のクローズアップ現代でも言ってましたけど、今ラウンドアップ禁止です。で、いよいよ2週間前から、アメリカでもラウンドアップの販売を、モンサントを買収したバイエル社がしないという方向で、調整に入ったところです。日本だけはまだ野放しで、今ホームセンター行くといろんな除草剤売ってますが、700種類ぐらいの除草剤に、グリフォサート、いわゆるラウンドアップの主成分、これが入ってます。という意味じゃ、日本は今世界で一番危ない状況にあるんじゃないかと、私は思ってます。で、先ほどの映画の中で、前ハニーカットさんと出てきましたね。前さんは、皆さん、ちょうどもう1年半前の、12月に、日本の札幌から沖縄の那覇まで、全国9カ所で前さんの講演いただいたんで、お話聞いた方もあるかと思いますが、その3人の子供はみんなアレルギーで、しかも次男が、突然、やる自閉症の症状、理由もなく起こり出したりした。というところから、オーガニックのものを食べさせたら、そして、すっかり症状が改善されたっていう、そういう話もあって、で、今、アメリカでは、私も何箇所も見て回りましたが、ほとんどのスーパーは、オーガニックコーナーがかなり広い面積であります。韓国も実は日本の有機栽培の20倍ぐらい、今盛んに面積からして20倍ぐらいやってます。で、ここも行ってきました。で、最初有機栽培の農家をずっと回ってみたんです。そしたら、みんなどこに出荷してるんですかと言ったら、学校給食なんです。で、今度は、原村監督と一緒に学校給食を見てきました。で、みんな、オーガニック食材で、しかも無償でやってるんです。給食では、いわゆる憲法上、教育の義務と同時に、これは無償化もだってんだっていう意味で、各市町村が条例で、無償化と有機食材にすることを、決めて、それによってやってるんですというお話で、私は感動しましてね、日本に来てそれをずっと話して回ったということもあるんです。そういった一連の話を今回映画にしたんですが、中でも今度の映画で、一番私が見てほしいなと思ってるのは、ゲノム編集食品のことです。これは、私、遺伝子組み換えそのものですから、これについては、フランスのカンダレスのセラニーニ教授とか、で、カリフォルニア大学のチャペラ教授、このチャペラ教授のお話でもって、EU は、ゲノム編集は、まさに遺伝子組み換えだとして規制しているんです。で、そういった、結構世界的な権威のある、学者の先生と同時に、日本で、川田先生、名古屋大学で、結局、遺伝子組み換えその他ずっとやってきて、万年女子で終わりましたが、川田先生はかなり詳しく、
かつゲノム編集を実際に7年、これは秋ぐらいからなんか生産を始まるみたいですが、実際に京都大学を開発した木下教授にも話を伺うことができて、より興味深い話をしていただいてます。で、そういう意味では、一つぜひ皆さん方に、ゲノム編集を私たちにとってこれからどうなって、どういうふうに私たちの生活に変わってくるかっていうことも含めて、見ていただけたらありがたいと思っています。実は7月の2日からオープンです。東京テアトルの有楽町館がロードショー、吉祥寺のアップリンクもそうですが、その後、次に横浜、名古屋、京都、大阪、で札幌というふうに、次々と上演も決まってきます。で、そんな意味でも、これからなんですが、で、実は今日この文化会の皆様方に、今度の20日の日に、品川の区民会館で、10時半からと2時半からと、2回にわたって、試写会をやってます。これはもともとプランのハンディングで、この映画、市民プロデューサーと私ともお話するんですが、皆さんのおかげでできた映画なんで、その人たちのご招待も兼ねて、一般の人も見ていただけるようにしてますんで、ぜひ見ていただければありがたいと思っているところです。どうも、本当に映画の宣伝までさせていただいてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、映画の宣伝というよりもですね、まさに今、一番大事なテーマでもあると思うんですけれども、山田先生、私が、知ったのはですね、大臣、お辞めになって、議員もお辞めになって、TPP に対して非常に危機感をお持ちで活動が始まったと思うんですけれども、その当時からですね、種の問題っていうのに非常に TPP の問題の時から、危機感を抱いていて、で、当時、私の周りでもそんな、そこまでは考えすぎじゃないかとかっていうふうに言う人もいましたけれども、本当にこう危機感をお持ちになった通りに残念ながらことが進んでいってるっていうふうに見えて仕方がないんですけれども、種子法の廃止、そして種苗法の改正で食品表示のですね緩和、そしてゲノム編集の表示の問題やゲノム編集自体が安全であるというような報道っていうかですね、ここまでこう予想してきたわけですか、かなり初期からですね。TPP で、最初に閣議で話すときから大喧嘩して、で、大臣やりましたからね。で、当時から閣僚会議、各国でなさるときに必ず言ってたんです。で、各国の NGO と情報とやってましたから、こうなることは分かってましたし、協定書の内容の中にも、こういう国有事業とか、こういう事業については民営化って言われてますんで、いずれ支障が廃止される水道民営化は、水道の公的にやってますが、これが民営化されるとか、教育も民営化されるってことは明確に書かれてるわけです。それがどん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 今こうして実現されてきてるっていうのは、そういう意味では、もう当時から、もう10年前から分かっていたことであるんです。で、タレの問題ってのは、ことに首相が廃止されたときに、全く新聞テレビが報道しなかったんです。本当のことを。で、今度の種苗法改定でも、農水省は平気で嘘を言ってるんです。例えば、種苗法改定で、農水省はシャインマスカットなど、有料な育種知見が海外に流出するのを防ぐために、種苗法の改定、農家の種を管理することは必要だと。自家増殖禁止、自家採取禁止にするんだと説明しました。
ところが、一番最後の12月2日の参議院の国会答弁で、じゃあ実際にそういう農家から日本の有料な育種知見が海外に流出したかと国会議員さんが聞いたら、農水省は何と答えたと思います？そのような事実は掴んでいません。うん、で、なるほど。それならば、なんで農家の、やる自家採取を禁止する必要があるのか、答えられないんです。で、実際に、はい、もうちょっと話していいですか？はいはい、どうぞ。あと時間オーバーしてると思うんだけど。はい、どうぞ。しかもですね、自家採取禁止しても、増殖禁止しても、わずか 10% にも足らない登録品種だから、何の影響もありませんと、農水省はみんなに説明したんです。で、最後、参議院の質問で、ね、で、それでは農水省が2015年に一般農家にアンケートを調査して、52.2% の人が、いわば農家が今登録品種を栽培している。で、これが来年4月から、この法案が通りましたから、これをこのまま自家採取を続けたら、懲役10年以下1000万円以下の罰金、農業生産法人や3億円、共謀罪の対象ということになってしまうじゃないかと。で、そう聞いたときに、この 52.2% の数字は農水省がアンケート調査したデータですから、答えられなかった国会中断したんです。そこで、賛成多数で、強行採決した。これが実態なんです、今の日本の。ね。で、まあ、私とも一生懸命この実を話していくんですが、誰も新聞、テレビで一行も書いてないじゃないかと。山田さんが言ってることは信用できないっていうのはオチでした。しかし、種は誰のものの映画を作って、あれを見てもらった方が、みんな、あれを映画を見ると分かっていただけたんです。事実を映像にして見てもらうこと。これはこの食の安全の別といったもそうですが、非常に大切だっていう、非常に力を持つということを、私も改めて実感したところなんです。で、今回、食の安全を守る人々も、ぜひ、皆さん見ていただければと思っているところです。はい、少し長くなりました。ごめんなさい。はい、ありがとうございました。はい、そうですね。まあ、映画でも、取り上げられてますけれども、まあ、こういった、こう、グローバリゼーションというかですね、まあ、本当に大きな渦の中にあって、でまあ、例えば日本でも種子法が廃止された後にですね、多くの都道府県で県でですね、まあ、条例を作ろうっていう運動が起きたりですね、まあ、これも山田さんたちがだいぶいろんな各地で呼びかけていただきましたけれども、またですね、先ほどの前ハニーカットさんのお話もありましたけれども、今まさにですね、まあ、学校給食をオーガニックにしよう、有機農産物に変えていこうっていう動きがですね、本当に女性たち中心に、お母さんたち中心にこう巻き起こってるっていうんですかね、まあ、どんどん広がってる状況もあると思います。こういったことはですね、まあ、おそらく田中夏子さんの専門である、まあ、自治の住民主体のそういう活動にもつながっていくんだと思うんですけれども、それではそのまま田中夏子さんから、今度は、お話をいただければと思いますが、はい、どうもこんにちは、山田先生、どうもありがとうございました。ちょっと画面共有をさせていただいていいでしょうか。さっき画面共有ができないではないかって言われたんですが、どうでしょう、できるようになってますか。はい、じゃあ大丈夫です、できてます、はい、ありがとうございます。じゃあこれで、
いきたいと思います。後であのチャットにも同じ資料をお流ししたいと思います。ちょっと不慣れなので全画面にしないでこのまま行っていいでしょうか。はい、すみません。私自身は協同組合の研究をしながら、自分でもぜひ農業やってみたいと思って今長野県の佐久市で農業をやっている立場です。で私まあ、一応今田んぼを少し作ってるのと、それからまあどうせ、まあ、農業をやるんであれば徹底的にこう循環型でぜひ農業をやりたいということで有機でもちろん無農薬です。でその際私などがちょっと手にできる土地っていうのは非常に限られているので、まず土作りからというところで、いろんなことを試している最中です。で目の前には、まあ、森があって、ここから、まあ、落ち葉をかき集めてきて、まあ、自分で作っている稲わらをここにすき込んで、それから小さい、まあ、福祉生協をやっているので、その福祉生協で、共同購入した卵を、まあ、その卵を産んでいる鶏さんたちですね、これは養鶏農家さんにお願いをして、そこから鶏粉をいただいてきて、まあ、こういうものを活用しながら土作りをし、田んぼとそれから畑合わせて一旦、合わせて一旦なので、もう大変極小 の、 小さい農家ということになります。で超小規模農家、自称超小規模農家なんですけれども、まだ米麦大豆を基本として、まあ、野菜35種類ぐらいで、販売は お米だけです。で収量もそんなにないので、時給とお裾分けと、あと、まあ、生協でやってる子ども食堂や山農場といいまして、困窮者支援のために皆さんが農産物提供するっていう取り組みもしているので、そこに、まあ、提供するとだいたい終わるという感じです。でもう一つは私たちの生協、これは福祉の生協で、実は老協連の関係団体でもあるんですが、長野県高齢者生協というところです。でここでは配食事業をしていまして、まあ、お弁当を作って配るということなんですけれども、まあ、1食550円ぐらいでお届けをしてます。まあ、一応365日昼夜1日2回で、見守りと声掛けを兼ねて行うということです。で働いている調理の人たちは、これは出資をして働いている収録組合員の人たちで、まあ、生協なんですけど、その一部にワーカーズコープを組み入れるっていう複雑な組織構成になっています。お弁当を利用していただく方は、大半はケアマネージャーさんから紹介をいただくようなルートなので、退院後療養中だったり、あるいは介護サービスの利用者だったり、まあ、お弁当が配達されなければ食べることにアクセスをできなくなってしまう人たちが多いので、まあ、非常に責任ある事業だなと思っています。でこんなふうに今名札がかかってますけれども、お弁当も一律同じメニューではなくって、その人 の、まあ、健康状態によってとろみをつけたり、まあ、刻みを、粗くしたり細かくしたりとかですね、減塩したりとか、いわゆる特別食にも対応していて、毎日お弁当の箱にこういう旗を立ててですね、その人に応じた、まあ、お弁当を作るというようなことをしています。でこういった生協の、まあ、事業領域だけじゃなくて、生活協同組合なので、まあ、組合員の活動というのもあるんですが、ここでようやく農業なんですけども、高齢者生協でも農業をやろうということで、まあ、仲間たちと自分たちがやってる配食事業や、あるいは小規模多機能の福祉施設も持ってるので、そこで使ってもらえるようなまあ、有機野菜を少しずつ始めたところです。でここに集ってきた仲間一人一人は、やはり家庭菜園プラスアルファの私と同じような極小の農業者です。もう本当に猫の額っていう感じなんですけれども、でその猫の額の農家が集まって、協同組合の畑に集ってですね、みんなのための生産をするっていう感じです。で臼田の有機農業研究会というところがあるんですが、まあ
佐久病院の地元なので、佐久病院が推進してきたあの有機農業の取り組みなどにも共感者が多いので、あの有機農業も大変盛んです。で、臼田の有機農研のメンバーが、アドバイザーになってですね、あの私たちにいろいろ指導していただきながら畑を作ってるっていうようなことです。で、やってる実践はですね、農家に関しては農業に関しても本当にささやかで、周りから見ればおままごと的なあの規模なんですけれども、しかしあの私ないしはその仲間たちはかなり、本気で取り組んでいるという感じ でこの仲間たちとですね、あのやはり、今起きている種の問題とか水の問題とか、山田先生が先ほどあの TPP の話が持ち上がった時点ですでに予見していたという、あの、みんなのものや公共的な領域が、民営化されていくっていうことをあのしっかり勉強しようということで、今あの DVD 学習会なんかも、取り組もうとしているところです。そしてですね、山田先生の映画、私あの、あらかじめあの予告編ではなくて、前編あのちょっと、お借りをしてですね見させていただきました。で、とてもあのもちろんこれまでのものもあの随分拝見させていただいて、あのその都度勉強になっていますけれども、今回の映画は、そういうものが全部組み合わさって、あの部分部分が一つの大きな絵になって、あの本当にこう迫ってくるような迫力のある映画だったというふうに思います。で、あのこの映画見て感じたことって実は本当にいっぱいあるんですね。例えばのさっき先生がお名前出した川田先生のあの話もですね、大変あの驚きました。で、これまではのゲノム編集の安全性っていうところで、あのなかなかその危険性を明確に私自身はあの、不安はあるけれども、じゃあ明確に人に説明できるかっていうとあのできなかったんですが、今回川田先生の説明を聞いてですね、あのそういうことなのかと、つまりゲノム編集の開発過程で使われるいろいろな薬剤が、薬剤と言いますか、その、耐菌性の溶剤がですね、結局あの非常に良くない作用になっているということで、これはあの WHO でも開発過程でこういうものを使うなと提言しているにもかかわらず、もう粛々とあの市場に出回るということになって、非常にショックだったとか、いろいろなショックのポイントあるんですが、特にあのその中であの2つ、時間の関係もあるので今日は2つあの申し述べたいなと思っています。で、実は私あの上田にですね、あの5月の半ば、懇意にしている農家さんをお尋ねしました。で、この農家さんは柿栽培、シクラメンとかですね、お花の、苗と、それから野菜の苗をあのもちろん無農薬有機で栽培をなさっています。で、お伺いしたときにですね、あのミツバチの減少っていうのはよく お話聞いてたんですけれども、子どもたちの健康被害が都市部よりも農村地帯の方で深刻なあの状況になってるっていうお話を聞いてですね、つい先月のことですが、ああそういうもんかというふうにあの少し不思議に実は思っていたんですね。で、このことをあのもうちょっと勉強したいと思っていたところ、山田先生の映画にまさにあのそのことが正面からあの取り上げられていて、で、この あの農家さんはあの M さんとちなみにしておきますけれども、あの無農薬や有機農業の推進を尽力なさると同時に、最近ではあの水は誰のものかっていう問題意識をすごくお持ちになっていて、上田にある観測ろ過っていう、あの非常にゆっくり微生物を使ってろ過する浄水場があるんですけれども、そこの見学会なんかをあの企画してですね、学習会も精力的に働いていて、とにかく水と農、水と農業の農ですね、この2つが今危機的な状況にあって、何としてでも守んなきゃいけないんだってことも熱弁を振るわれる方なんですね。で、あの農場補助でそのことを聞いて、そうかと思っていて、もう映画を見てあの衝撃とともにもう大納得をしたということです。で、私は佐久市に住んでいますけど、あのこの農家さんは上田の郊外です。そして先生の映画に登場なさった田口さんは上田市で子ども園を運営なさっていて、で、農薬散布によって田口さんご自身ももちろんですけれども、あの園の子どもたちのさっきちょっと
予告編にも出ていましたが、子どもたちが農薬散布前に描いた絵とそれから散布後に描いた絵の比較が出ていました。もう明らかにその前後で子どもたちの心と体に変調が出ていて、まあ、これはもう健康被害が発生しているってことが明らかだなということを思い知らされた次第です。またそこに重ねてクリニックの専門家の先生がですね、脳への作用メカニズムを説明してくださっていました。そして、化学物質がどういう性格どういう影響を体に及ぼすかということと、その治療法についても解説なさっていて、本当に目から鱗の内容だったと思います。ただこんな身近でですね、こんなに明確に健康被害が発生して苦しんでいる人たちがいるということにもう本当にショックを受けました。佐久市上田市は、車で40分ぐらいのとこですけれども、実は以前からその、子ども園でそういうお話が あるということはネットではね登場していたんですけれども、今回本当に決定的な情報であり学びだったなというふうに思います。それからたくさんあるんですけど時間の関係であと1個だけいいですか、玉木さん、あと1個だけいいですか。はい、でこれも私 の個人的な体験から始めたいんですけども、実は私たち30年来ここでですね環境経済学者の宮本健一さんという方を囲んで学習会をしてきました。で学習会の組織者は山田先生もよくご存知の吉川徹さんでいらっしゃるんですけれども、その社会教育の活動の一環でずっとやってきたんですね。で、公害問題を学んできたんですけれども、公害問題で苦しんだ日本がその日本の経験を踏まえて世界レベルで予防原則っていうことを共有したはずでした。で水俣病はもちろんなんですけれども、アスベストもまさに今現在進行形の問題で、結局これらは日本の公害病はですね、本当に早い段階からその有害性が指摘されてきたにもかかわらず、ごくごく狭い経済的合理性が理由となってこの使用を放置してきた、その繰り返しだったわけですね。でその結果不可逆 の非常に深刻な被害が、健康にも環境にも発生した。で日本のみならず世界はこうした公害の歴史から予防原則の重要性を学んだはずだったにもかかわらず、またこれ映画見て本当に衝撃と納得っていうのはもう納得っていうのは重要の納得じゃなくてそういうことだっていうのも改めての確認なんですが、この予防原則がどんどん切り崩されてるっていうことがもう本当に明らかになりました。ではっきり言ってその裁判なんかをやってもですね、リスクや危険は被害を被っている側に証明責任があると言わんばかりの流れがメインだったのに対して、ですからジョンソンさんの判決というのはもうそこまで深刻になってようやくこの判決かっていうこともあるし、それでもここで判決が出たっていうことが大きいし、それが他の判決にもかなり大きな影響を及ぼしてるっていうことで、もちろんジョンソンさんの判決が重たい意味があるということは重々、承知しているところです。でその健康被害ごめんなさい予防原則がないがしろにされているっていうことに加えてですね、それどころかこれだけ被害が明確化していても未だに規制や使用を差し止めがなされていない、でどうやったら私たちの命が守れるのかっていうことで、示していただいた事例の中には韓国の事例がありましたが、まさに自治体レベルでですね、こういうものを阻止するためのあるいは戦うための条例やルールを作っていく、そういう地方自治という拠点が改めて重要だなということを、思い知らされた次第です。ぜひこの映画のですね上映運動をしていきたいと思っています。で地方都市にはなかなかあれなんですが、でも地方都市こそその農薬被害がこれくらい深刻だというのを上田の田口さんの話からも明らかなので、ぜひ、全国的なその都市部での上映と並行してなんとか地方都市でもこういう取り組みができればと思います。以上です。すいません、ちょっと長くなりました。はい、ありがとうございます。いやすごいさすが
田中先生って言ったら怒られるんですけれども、田中夏子さん、そうなんですよね。予防原則っていうことが、本当に日本では公害を経ても全然こう理解されてないというかですね。まあ、私も長野県に住んでますけれども、本当に極小農業者でもありますけれども、この5年ぐらいですね、うちの村なんかは、ニホンミツバチがですね、激減をしてるんですよね。もうこれはもう、目に見えてわかるというかですね、そこら中で何十箱っていう風なニホンミツバチ、自然種ですから、西洋ミツバチが死んでいくのとはわけが違うっていうかですね、家畜としての西洋ミツバチとニホンミツバチは、そこら中で木のうろなんかで巣を作ってますので、それを僕らは木箱で買うんですけれども、まあ、どんどん死んでる。で、それをもう10年前までは一切なかったっていうふうにおじいちゃんたちはみんな言うわけですよね。で、これがですね、農薬との関係ですとか、気候危機との関係とかっていうのを一つ一つ証明しないと、農薬も、細分化して証明しないとなかなか成立しないっていうかですね、ストップがかからないっていうかですね、そういう、こう、なんかこう、ジレンマがあるわけですけれども、まあ、それと田中さんが今ご指摘いただいたように、やっぱり地方、田舎ほどですね、まあ、農薬被害はやっぱり多いだろうなというふうには思います。そこら中で今も、ホームセンターに行けば、まずは、入り口入ったところに除草剤がですね、もうものすごい量が売ってますので、本当にそういう意味では長野の今策で、やられていることと、まあ、研究者としての立場とすごく納得のいくお話でした。ありがとうございました。で、あとでですね、ちょっと皆さんからも質問を設けたいと思います。それでは、専業でですね、有機農業されて、いる、アリー農園さん、アリーユキさん、お願いいたします。で、アリーさん、私がちょっとホームページを、小川町のホームページをちょっとですね、共有させてもらえればと思います。あ、お話し始めて結構です。はい、こんにちは。はじめまして。打ち合わせもできなかったので。ズームをやるのが私初めてなので、なんかちょっとパソコンに向かって喋ってるのが変な感じがするんですけれども、今日皆さん登壇者の方に比べたら、私は本当ただの石有機農家で、スイミーよりも小さいミジンコぐらいの農家なんですけれども、そんなにお話しできることはないんですけれども、私がやってることとか、小川町の、お話なんかをさせていただきたいと思います。ちょっと自己紹介で、私は埼玉県の小川町で、アリー農園という名前で有機農業をやっています。今画面に映っているのが、町が今取り組んでくれている小川っていう小川の、野菜っていうのを、ブランド化してやっていこうということで、その中で取り上げられたところが少し出ています。で、私よりも私の師匠であります、下里農場の金子義則さんが、有機農業で有名なんですけれども、この、小川町っていうのは、今、大河ドラマでやってます、渋沢栄一の、深谷の近くなんですけれども、秩父山地の裾野で、私が就農しているこの下里地区っていうのは、美しい里山が広がる中山間地になっています。なので、大規模な農業地帯というよりも、もう1枚が5瀬ぐらいの畑が連なっている、本当に中山間地です。で、今、皆さんに比べたら少しだけ多い小規模農家なんですけれども、畑が1丁2単ぐらいと、田んぼ4単、今やっています。今、画面に映っています、金子さんのところで教わった、多品目の野菜と、あと米麦、大豆、を作っています。で、金子義則さんは有機農業で有名なんですけれども、1971年に有機農業を始められたので、今年は50周年ということになります。それで、金子さんのところは、毎年研修生の受け入れをされていて、で、多くの研修生が、
全国に散らばって有機農業をやっています。で、特に今小川町の周辺ではその研修した人、そして、研修生がまた研修生を受け入れて孫弟子みたいな形で、どんどんその裾野が広がっています。で、今小川町には有機農業生産グループというのがあるんですけれども、そこでは今70軒以上の有機農家がいて、小川町の新規就農のほとんどは有機農家になっています。で、売り場も、たくさんあって、金子さんが有機農業を始められた頃は、有機農産物っていうのがなかなか売れるところがなくて、JA とかでも規格があったり虫があったらダメだとか、そういうこともあって、東京とか、その意識の高い消費者の人たちと結びついて、提携っていう形で直接のやり取りで野菜を販売したりっていうのが多かったんですけれども、私たちはもう恵まれたことに、もう金子さんが50年この地域を耕してくださったおかげで、売り場がたくさんあります。で、私はあの道の駅の方に出しているんですけれども、道の駅、そして JA、そしてあの八尾港っていう小川町発祥のスーパーがあるんですけど、そのスーパーでも今8店舗ぐらいで、小川町の有機農産物っていうコーナーがあります。なので私たちは、もう野菜さえ作れば売れるっていう環境が整っている、すごいそういう、幸せな環境にあります。ということで、金子さんが、始められて、で、まあ、さっき、農薬の、ね、話もありましたが、ここの小川町下里地区では空中散布の方も、何年ですか、禁止になってます。正確に言えないあの隣に、下里農場の奥さんの金子智子さんがいらっしゃるんで、ちょっと聞きながらなんですけど、まあ、だいぶ前から、その空中散布の反対運動もやられてきたので、小川町、まあ、この周辺は、空中散布が今中止になっています。それで、まあ、あの生物多様性の話もあるんですけれども、私たちが畑をやっていると、猛禽類の鳥類、サシバとか、なんか大鷹か大鷲もいるって話なんですけど、あとトンビとか、そういう大型の鳥類がいるぐらい、生物多様性が、高い地域になっています。で、私たちが、トラクターをかけると虫がいっぱいいるので鳥がいっぱい集まってくるんですけれども、そういう意味では地域でそういう生物多様性も守られているっていうところも素晴らしいところだと思っています。で、あの山田先生のあの DVD、食の安全を守る人々もあの事務所の方に送っていただいて、拝見することができました。ありがとうございます。それで、あの、まあ、私もあの有機農業、もう自分の田畑をやるだけで精一杯で、もう今も田植えが終わって麦刈りがあって、梅雨の前までに玉ねぎを収穫してじゃがいもを収穫してって、もう目の前のことに追われがちなんですけれども、まあ、その世界の大きいところで起こっている、それが私たちの身の危険のすぐ近くまで迫っているっていうことが、まあ、いろいろ教えていただいて、あの本当に、意識を高く持たないとダメだなっていうふうに思いました。で、まあ、あのその中でも学校給食の話がとても私興味深かったんですけれども、あの韓国で行われているように、この地域とかでも、まあ、少しずつ今学校給食に取り入れてっていただけるっていうのが少しずつ始まっているんですけれども、どうしてもそこのハードルがあって、規格は全部 LL、 もう大きいやつだけとか、あと、まあ、価格もどうしても値段が低いんですよね。で、まあ、そういうこともあってなかなか、あと給食センターっていうのは、ね、JA とのしがらみがあってなかなか、取り入れにくかったりとか、まあ、そういうことがあるんですけど、もっと私たちが知って、それを周りの人に伝えて、で、まあ、やっぱり子どもたちが食べるものに一番敏感なお母さんたち、その、あの親の人たちの関心が高くなれば、町に訴えてもらって、町が予算を持ってっていうことができるんですけど、やっぱりまだそこまで、みんなにこのグリホサートの問題とか、あの言ってないんですよ。私もあの一昨年、金子さんとかに教えていただいて、やっと、知って、まあ、それまであんまりそう気にせずに食べてしまっていたところもあるんですけれども、まあ、そういうのを皆さんに知ってもらうことで、
地域全体の意識が高まって、で私たちもそれを提供することができるっていう、まあ、そういう形に少しずつ小川町でも取り組んでいけたらと思っています。で、まあ、もうこれでおしまいなんですけどまあ、私も一睡眠として今日はね、あの皆さんにいろいろ教えていただければと思います。以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アリさんはちょっとあの別のホームページで見かけたんですけど、ちょっと どうしてこう有機農業を、はい、始められたんですか？そうですね、あの最初、大学ではあの環境問題とか、国際問題を勉強する総合政策学部っていうところに行っていて、それで、学生の頃は南北格差とか国際問題に興味があったので、あのフィリピンに行ったりして、あの家を建てる活動とかをしてたんですね。でもなんかその中で、そうやって自分は助けて、なんか自分は偉いじゃないですけど、そんなのよく考えたら、その仕組み自体が私たちが豊かだからこそ、そういうふうな貧しさが生まれているっていうのを、まあ、いろんなところで勉強して、なんかそれよりも、私たちが自分で自分の地域にあるもので、ちゃんと生きていける、そういうふうな世界を作った方が、平和なんじゃないかなっていうふうに考えて、で卒業後は一回の生協に入りまして、販売をいろいろしてたんですけれども、まあ、やっぱり今の経済社会の仕組みに生協自体も飲み込まれていて、毎日その配送をしながらいろんなものを売らなきゃいけなかったんですね。で、まあ、それが家電だったりとかダイヤモンドであったり健康器具とかで、その中で、もういらない掃除機引き取るから売ってこいっていうふうなやり方をしてこいっていうふうに上司に言われて、それって私は人の欲望をかきたててゴミを増やしているんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、まあ政教活動ももう本当は大きい愛の原理の中にあると思うんですけど、どうしてもその経済の仕組みの中心がお金っていうふうになると、そうするとその中でいくら実績を上げたかっていうことにみんながしたら、お金っていうふうになっていって、なんかその仕組み自体に私はちょっと疑問を持って、気持ちよく生きることができないなっていうふうに思いました。それで自分が自給自足するとか、その地域の自然の中で生きるっていうのはなんかどういう方法があるだろうっていうふうに調べて、でその中で金子さんのところに行き着いて、で金子さんのところはその食べ物だけじゃなくてエネルギーの自給っていうことも取り組まれていて、SVO ストレートベジタブルオイルって言って天ぷらの廃油を使ってトラクターとか、車を動かしたりとか、あと、まあ、トイレのものを、嫌気性の微生物に分解させてガスと農業の追肥とかに使う液肥を作ったりとか、そういうことにもすごい感銘を受けて、自分の力で生きれるように、それはまず第一は食べ物を作ることだなっていうふうに思って入りました。ありがとうございます、まあ、思わず山田さんが拍手をして山田さんどうですか、こういう方がなんかこう最近こう少しずつやっぱ増えてきてる印象もあるんですけれども、まあ、本当に大きなグローバリゼーションにこうしてこういった考えで自分たちの生活をこう築いていくっていうんですかね、お話聞いていかがでしたか山田さん。本当にね、多論するとか、いわゆる自給自足でのね、生活っていうのが、まあ今、田舎で若い人たちがどんどん増えてきましたね。私の生まれて出身地っていうのは五島列島なんですが、そこでもね、今若い人は年に200人ぐらい入ってきて、維持する、でみんな結構山の中で有機農業に取り組んでみたり、で漁業を初めて漁業を取り組んでみたりとか、いろんな若い人たちがいっぱい増えてきましたね。でこれから私はなんとなくこれから日本もそういう方向で
若い人たちから、そしてこの環境問題から結構変わってきそうな予感もしているところです。はい、ね、ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。ね、いやいや、アリさん、ともこさんがすごい元気な人ですよと聞いておったんですが。いや、本当に、ね、これから本当に期待してますよ。ね、そうですね、はい、いつまでも金子さんにおんぶに抱っこじゃいけないので、でも私、今40になったんですけれども、まあ、私はやっぱりこの辺の地域の農家で、やっぱり一番下っていうか、なんですけど、ここから60歳ぐらいまでが一気に抜けちゃってるんですよね。なので、どうしてももういろんな役をこう頼まれがちになってしまったりとかなんですけど、まあ頑張って少しずつ、まずはなんか自分でちゃんと生産力を高めて、ちゃんと農産物を作ることができるように、まずそこから頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。いかがですかね、参加されている皆様からもご質問があればミュートを外していただいて、ご質問いただいてもよろしいですけれども、いかがですか。もうこの人数ですので手を挙げるとかしなくても大丈夫ですので、いいですか、私の方で進めていいかな。そうですね、この、なんていうんですかね、この、ま、小さな規模の農業っていうのが、ま、家族農業だったり、ま、小規模の農業っていうのが、やっぱり世界的にはこう主流になってるっていうふうに、主流になってるというかですね、まあ、どうしても大きな農業っていうのを日本はこう目指そうとしてますけれども、実はそうじゃなくて、実態としては小さな農業がヨーロッパでも主要なんだっていうことを山田さんよくおっしゃってますけれども。そうですね、その話に少しさせていただけると、いわゆる私自身がまだ20代の時に、当時農水省が大型化、畜産大型化の大規模化、合理化、アメリカ型化、今でもそうなんですが、それを強い農業だと進められた時、それに従って補助金ジャブジャブ使って、牛400頭飼って、豚だけで年間8000頭出荷して、自分でとうとう肉屋までやって、県庁前で牛乳までやったんですが、散々失敗したんです。すごい借金かかりました。で、その時、私が忘れられないのは、大型大規模化やっていくと、どんどん借金が増えるんです。食の安全を守る人々の中で、アメリカの有機農業の、まあ、アメリカの立派なリーダーで、農学博士にもなったボブさんが、やっぱりどんどん借金だけ加算できたんで、という話したように。で、もうそれがあったから私、政治家になんとかなったんですが、大臣になって、大行動に課長以上集めて、私が大臣初心やったのは、戦後大規模化合理化のアメリカ型化の日本の農政は大失敗であったと。それを犠牲者は私であると。で、今後、小さな農家、小規模な農家、そういった、その農家を全て、そういった農家に対して、EU でやってるような個別所得補償を実現するんだと。で、私がその時、まあ、EU は、環境問題、環境保全と、食の安全と、そして自給率、この三つの観点から、私はイエロー農業を随分って見てきたんですが、大体農家所得の8割は国からの補助金なんです。税金なんです。で、私の時初めてやって、これまで右肩下がりの農家の所得が、その時、なんと 17% 上がったんです。直接支払いで。だから、日本もやれば、必ず若い人たちが農業で食べていけるんです。で、今回そういった意味では、
まあ、なんとか皆さんで、まあ、次、衆議院の総選挙もありますけども、今、野党の方も、ほぼ個別所得保障の実現ということを皆さん抱えているようなので、自民党に一度私が作った制度を潰されてしまいましたが、ぜひもう一度、なんとかそれを実現していただければなと思って、小さな農家が食料を救うんです。実際国連のFAOでもそういう決定してますし、で、実際今、世界に有機農業は年に、まあアメリカでは 10% 近く、で、アジア、アフリカがすごい伸びてますよね、中南米。ね、20% から伸びてるんじゃないですかね。それも全部小さな農家によるやるエコロジーっていうんですか、山で食料増産も増えていってんです。そういう農業にあるべき姿に世界はなっていると私は感じていますので、ぜひみんなで必ず今逆走している日本もそうなると思いますので、頑張りましょう。どうもね。はい、ありがとうございます。はい、田中夏子さん、今、まあ、小規模農家が世界的にはまあ、ちゃんとこう支える仕組みも公的にあると、私もそれはちょっとびっくりしたんですけれども、今山先生が個別所得保障が8割を超えてる品目もあるっていうことであったり、国によってはですね、で日本はずっと農家はなんか守られてるというか、そういうことをよく企業の人たちから言われてきたことがかつてはあったような気がするんですけど、まあ、実際に私も農業を始めてみると全く小さな農家が守られているような印象はないんですが、夏子さんどうですか？すいません、私はまだ農家の末席にも入れないような小さな営みしかしてないのと、それからやっぱりこう守ってもらうっていう感覚があまり皆さんなくて、それぞれいろんな特徴ある取り組みをされてる方たちはやっぱりかなり強いですよね。制度がなくてもそこを切り開いて、制度が後からくっついてくるので、制度があったからここに行きました。例えば新規就農でも、今はだいぶ新規就農のサポート制度整ってきましたが、でもそれがあるからそこに来たんじゃなくて、やっぱり人がこう農業と巡り合ってここでやっていこうっていうのは、さっき有井さんの話聞いてても誠にそうだなと思ったんですが、こう人生、自分の人生の必然の中で今ここでこういうふうに生きようっていう、その選択肢があって、まあ、制度があるかないかはすごくこう周辺的な問題なんだろうなというふうに思っています。でその意味で制度を作ることに逆にあまり貪欲でないというか、まず自分がこうなんとか食べていけるところを作ってからっていう感じなので、そのすごくこうなんて言いますか、インディペンデントな独立心と、だけどこれをこうみんなでやっていくためにはルールとして、ね、社会的なルールでどういうものが必要かとか、そのために自治体に何を働きかけなきゃいけないかっていうのが多分山田先生の映画の中ではすごくこう伝わってくるメッセージかなというふうに思っています。でそれとやっぱり小さい農家ということと重なるかあれなんですけど、ヨーロッパの場合今先生のお話聞いてと思ったんですが、小規模な自治体がすごく踏ん張っている実態があって、例えば市町村合併なんかも財政が苦しいっていうのは同じなんです。 EU も同じなんですけれども、だから自治体合併じゃなくって、それぞれの自治体の境界線はしっかり、まあ、自治の砦はという彼らは言いますが、自治の砦は守りながら、まあ、ネットワーク連携をして乗り切っていくんだっていうことで、その小規模自治体が、まあ、そういう小さい農的な取り組みを大事にするっていうような、その自治体と農業の動きがすごく連動していて、その点は参考になるなというふうに思いました。以上です。なるほど。はい、どうぞ。山先生、どうぞ。はい。これからね、じゃあ、私たちに何ができるかという話を。うん。で、玉木さん、どうでしょう。例えば、首相が廃止されましたね。
しかし、はい、長野県でも収支条例ができましたように、はい、今ですね、全国で収支条例だけで、北海道から鹿児島まで26の道県で、成立してるんです。県議会で。で、2年半の間に首相が配置されて。で、私これは本当に皆さんすごいことだなと思ってるんですが、最初、国が首相法を廃止して、最初に作って、新潟県とか兵庫県ですが、兵庫県の当時の課長さんっていうのは、国からすごい圧力があって、ノイローゼになったのかな？うつ病になったりして、で、大変な状況に、直接じゃないんですが、そういうお話を聞いたんで。で、ところがね、ここまで各地で、国の政策に反対して、地方が立ち上がって条例を作ったということによって、今国はどうなったと思います？農水省に電話していただければわかるんですが、種子条例歓迎ですと言っています。で、国会では種子法廃止撤回法案に野党が提出した。それに自民党も公明党も審議に応じて継続審議中です。ですから、私は今度種苗法改定もそうですが、自家採取禁止、これはモンサント法案と呼ばれて、かつて、中南米とか、インドとか、猛威を振るって、各地でアメリカの圧力によって、アメリカの知識業のためにですが、モンサントとか、どんどん法律ができていったんですが、2000年代に入って各地、コロンビアで暴動が起こったり、いろんなことがあったりして、どんどんそれを廃止していったんです。で、2013年にブラジルもメキシコも廃止しましたよね。で、今言ったように、登録品種の自家採取、自家増殖禁止という国は、この前の参議院の審議の時に、ね、日本の他にどっかありますかと。例えば、アメリカでも植物品種法があって自家採取自由です。EU でも実情自由です。で、そんな中で、農水省はどう答弁したと思います？最後、国会。これは嘘は言いませんからね、議長代なんか。このような制度を持つ国は、日本以外にもう一カ国あります。イスラエルですと。そう答えたんです。これはね、いかにこの日本は、この大企業支配っていうか、多国籍企業支配に大きく今舵を取ってるかということなんです。しかし、こうして種苗法改定されましたが、長野県で、玉木さん長野県ですが、4月の15日でしたか、県はほとんどの登録品種、長野県ではリンゴにしても結構県の登録品種農家の皆さん作ってますよね。はい、で、その登録品種については、許諾はいりませんと、これまでの種苗法通り、自由に原則ですよ。一部は、残されるんですけども、自由に自家採取してほしい、自家増殖してくださいって発表したんです。これ明らかに国の方針に反することなんですよ。これはね。で、じゃあ、各都道府県の、有料な輸出権を生まなければならないっていう法律、農業競争力強化支援法っていうのができたんですが、で、これに対して、今、新潟県で動きが始まりました、事業法に対して。で、この各地の登録品種については、長野県のように農家の負担を減らすために、これまでの事業法通り許諾はいらない、全部資料を買わなきゃいけないということはしないっていうのと同時に、各都道府県の有料な輸出権を、なんとか、この、事実上提供しないっていう条例を作ろうじゃないかと。これはぜひ必要だと思うんです。
で、こういったことを一つ条例でやっていただけると、いいなと思ってまして。まあ、今、コロナが明けたら、私も全国各地回るつもりですけども、こうして条例作りで、もう一つだけ話させていただきますと、よく愛媛県の、今治市、ね、市の承諾なくして、勝手に、いわゆる遺伝子組み換えの農産物を作ったら、50万円以下の罰金、半年以下の懲役に処すと。こういった条例で、ゲノム編集の趣旨も守っていくことができるんじゃないかと、私たち。で、学校給食も、皆さんが条例でやろうとしたら、反対する議員さんいないんじゃないかな。こうして考えれば、今日は本当にローカルデイですけど、地方がまさに国を変えることができる。私は確信しているんです。で、そういう意味では、みんなで一緒に頑張れればいいなと思っているところです。ね、少しまた話させていただきました。ありがとうございます。もうまさにですね、本当にそういうことだなというふうに思ってまして、条例運動をしていたときにですね、法律、まあ、国内法に対して条例がどのくらい有効なのかとかですね、僕らがやってることは、その国内法との矛盾があるんだったら、あんまり意味がないんじゃないかみたいな声も、長野県で動いてた時も、少しはあったんですよね、そういう声が。でも、これだけ集まると、やっぱり国をこう動かしていく力になるって、まあ、まさにスイミーの話になるんですけれども、なんかそういうことが、今、こう、いろんなところで起きてる感じがありまして、もちろん食のことだと、まあ、本当にその有機農業、有機農産物を学校給食にっていう運動も本当にお母さんたち中心に広がってきてる。で、それが議員さん、地方自治体の議員さんたちの共感を生んで広がり始めてるっていうことが本当に多いなっていうふうに思うんですけれども、田中さんにもちょっと、その前にちょっとすいません、皆さんから質問ありますでしょうか。あまり時間がなくなってきましたので、ご質問があればぜひと思いますが、大丈夫ですか。事務局の飯沼さんもずっとこの運動に関わってますので、質問してもいいですよ。ご意見言っていただいても結構です。ずっとね、本当にもう何年になりますかね、TPP の差し止め意見訴訟の会から始まってですね、まあ、その前からですけど。山田先生との付き合いも、良くも、良くなくも、長くなりまして、楽しくやらせていただいております。はい。で、そうですね。私はもう本当に今回は、食の安全を守る、人々っていう映画に、続婚を惚れ込んでまして、いろんなことをいろんな風に、皆さんに説明するんですけれども、なかなか、理解するのが難しいぐらい、いろんなことが複雑に絡み合ってる食の問題は。で、その中で、こんな風にこう、多面的に、そして、あと、社会の構造として、こういうことが作られてるってことを、鮮明に描かれてる作品ってないんじゃないかなと思って、今日この分科会にご参加いただいてる皆さんには、ぜひとも見ていただきたいという風に、重ねて思います。先ほど本当予告編音が出なくて申し訳ありません。ちょっと慌ててバタバタしたんですけども申し訳ありませんでした。以上です。玉木さん、はい、もう一言いいですか。はい。実はね、今できたばっかりなんですけども、こういう小さな冊子、ね、種は命、子供のため、日本の種を守ろうっていう、こういう冊子できたばっかりですけども、中身はずっといろいろ種子法とは何ですか、種苗法とは何ですかから始まって、で、最後に私たちに今何ができますかということを、それをわかりやすくこうまとめた冊子なんです。
これはうちの事務所の遠藤さんと浅井君が作ってくれたんですが、で、もともとこの6月1日から、種は誰のもののデビューデーを発売できることになって、発売いたしてます。で、これ1つ3000円で、上映券付きのが2万円なんですけども、で、これにこれを入れてるんです。で、ところが、この冊子が非常に評判いいもんだから、一部30円で、40部までは送料無料で、あ、これ、絵が企画した新藤富士っていうところから、皆さんに送らせていただいてます。もし、こういう、こういったものを利用して、そして、少し条例運動をどんどん広めていただければ、学校給食についても触れてます。で、そういう形で、一つ私たちは、なんとか動けば結果が出る。動かなければ出ないけど、動いたら必ず結果が出る。私は思ってますんで、私たちにできることから動いていけばと思っているところです。はい、ちょっとまたね、こういうことも話させていただきました。はい、ありがとうございます。そういう意味では、田中夏子さんのいる、佐久市、望月ですかね、旧望月町になるんですかね、かなりそういう、こう、住民運動、住民自治とかですね、社会教育が盛んだという印象を持ってるんですけれども、まあ、その、今の山田先生の話聞いて、これから、地方からとかローカルからどんな活動がこう起こったらいいなとか起こりそうだなっていうふうな思いを持ってますかね、うん、ちょっとなんかすみません漠然として、大きい問いかけなので、まあ、まず自分が何をやんなきゃいけないかっていうことで言うと、今先生がそのパンフレットぜひ私取り寄せてまず一緒に農業をやってる仲間たちに配って勉強会を開催し、まあ、ゆくゆくは上映会をぜひやりたいなというふうに思っています。ぜひそういう上映会開催の条件もいろいろ作っていただいて利用できるようになるといいと思ってます。以上です。はい、これで実施上映は、はい、実施上映券付きのが2万円で、はい。先のことも了解してもらったんで、はい、で、これ、さっきの小冊子とありますし、はい。もし実施上映やるときに、皆さんそうですが、時間があって読んでいただければ私、行くようにしてます。ね。はい、ありがとうございます。行ってお話しさせていただければと、はい。思っているところです。はい、ありがとうございます。はいはい、はい、どうぞ、山田先生どうぞ。はい、ですか。はい。またいろいろ私ばっかり話してるようで申し訳ないんですが、実はラウンドアップ。で、先ほど世界49カ国が禁止して、アメリカも最近そうなりそうだになってきたって言いましたが、これについて、実は北海道の小樽で、ジンさんというお母さんたちが署名運動をやったんです。そして、ダイソー。この100円ショップのダイソーとか各ホームセンターとかそういうところに申し入れしたんです。そしたらダイソーの方から返事が来ました。で、いわゆる今中国にある在庫分を全部売り払ったらラウンドアップの販売やめますと。で、お母さんたちも小さな運動でそこまで実を結ぶことができたんです。で、今このラウンドアップの問題では、JR とか、いわゆる鉄道会社がガンガン使ってるんですが、で、高速道路会社とか、そういうところに今どんどんみんなで声かけしているところですが、近鉄がラウンドアップのこの使用をやめました。最近。で、そういう形で、必ず動いていけば、広がってくるんです。で、こういった、ラウンドアップの問題だけじゃなくてね、例えば、
粉ミルクで一番遺伝子組み換えのものが多いのは明治の粉ミルクです。で、例えば小麦製品で日清フーズの小麦製品、私ども調べていましたら、その中で一番グリフォサート、これが出てくるのは日清製粉の全粒粉と強力粉です。で、私どもはみんなで、私も電話しました日清製粉に、なんとか安全な国産の小麦粉を作ってもらえないかと。そして明治の粉ミルクに私も電話したんです。皆さん電話していただきたいんです。なんとか子供たちのためにオーガニックの原料で作った粉ミルクを作ってもらえないかと。喧嘩するんじゃないですよ。お願いするんです。私たちが、うん。そしてね、私が電話するときは、日本の食品安全委員会が安全なものだとしますからって、文切り型の答弁しかなかったんですが、最近、日清製粉が初めてですが、全農、農協と協力して、国産小麦の大増産、で、それを買い入れということを決めました。効果は出てきたんです。で、明治の粉ミルクも、いわゆる明治の粉ミルクの研究している研究室の方からの返事のメールがある方のところに届いて私送ってもらったんですが、明治の粉ミルクでも、なんとかそういったものを検討したいと。うん、という、まだできてませんが、だから、私たちが小さな運動をすることが、必ず成果を生むんです。これが、まさにローカリゼーション。グローバリゼーションに対する。はい、これがまさに。山先生、あと3分ぐらいしかなくてですね。はい、すいません、これでやります。ありがとうございました。そうですね、ちょっとアリーさんからも話を聞きたいんですけれども、もう今金子さんのところも金子さんのところからですね、まあ、小川町全体に広がってるこう雪農業っていうのが、まあ、まさになんかこう睡眠っていうふうに今日タイトルありましたけれども、金子さんご夫婦が本当に大きな、流れをですね、こう作られてきたんだというふうに思うんですが、これからこう、アリーさんたちの、まあ、多分私同世代ぐらいなんですが、世代がですね、やっぱり、金子さんみたいにはいかないかもしれないけれども、やっぱりこれから学びたいっていう研修生ですとか、若い人たちをどんどんこう育てていくっていうふうな、今度役割を担っていくんじゃないかなと思うんですが、アリーさん、その点はどんなふうに思ってますか？そうですね、まあ、少しずつ私も自分がまずできるようになって、それをきちんと次の世代に伝えていくということを、やっていきたいなと、思ってます。あとは今町の取り組みとして、まあ、村が動くのにね、30年かかったって金子さんたちおっしゃるんですけど、やっぱり町全体が変わってきて、それで町全体として有機農業の PR をしてきて、それで今若い世代の人たちが移住してくださるっていう人が増えてきています、うん、で、そのおかげでいろんな飲食店とかも新しくできてきたりとか、まあ、農業以外の人も、まあ、もちろん食べていただける人が増えないといけないと思うので、そういう意味では、まあ、次の私たちの世代がまたこの新しくネットワークを作って、そしたら、まあ、やっぱりある程度のパーセントになると一気に広がっていくと思うんですよね、うん、それがこれからの、時代だと思って信じているので、一緒に頑張りましょう。以上です、はい、ありがとうございます。あと30秒ぐらいなんですけれども田中夏子さん、いいのいいんですか？じゃあ30秒で山田先生まとめてください。いや、映画を見てくださいでもいいです。そうだね、映画を見てだけありがたいんですが、まあ、このローカルで、ね、辻さんが一生懸命頑張ってやってて、もう本当にローカル、地方から変わると思ってますんで、みんなで今向けること、今できることをやりましょう。